私のフェイスブックですね、PGA ワールドワイドゴルフエキシビジョンね、ボイラー協会、まあこれね、何年前だろう、これ2018年の12月ですね。2018年の12月、2016年じゃないの、18年、おかしいな、ね、甘利家で預かってんですね、後白河法皇から三種の神器をね。でこれの場所っていうのをまあ、その持ってる神社の宮司さんが私に伝えて、そしてそれを私が宮内庁に伝えるというような事例があったんですけど、それでうまく返せたのかなというのをあれですけどね。これは錦の御旗の、細川家が所蔵するやつの写真をここに あしらっただけでございます。まあこれね、私がちょっとね骨董屋で見つけた帯なんだけど、信虎がねつけてた袈裟ねの柄だったんで、あこれ信虎がつけてた袈裟の柄だと思って慌ててね、その呼び止められたことや親父にお母さんから買ったんですけどね、はい、あれは何だったんだろうね、鎌倉でのことでしたけどね。ということでね、これはまあ猿ね、地図にない八幡宮ですね。でこういう投稿をいろいろしてるというところを見てもらいたかった。本当にくだらないよね。だけどね、それでね、ノアの箱舟とかね、これあれ、古い投稿をこうやってね出すとね、こう懐かしさがね込み上げてくんですよ。この中でね、陛下のねあれがあったんだけど、どこ行ったかな、あれ陛下いなくなっちゃった、陛下が、あれちょっと消えちゃいましたね。元号を決めた時のねあれがあったんですよ。私への質問として文庫でよろしいでしょうか。これか、これはこれがそうだったの、これ違うよね、どういうことだろう、これか、以下からお願いしますと文庫でいかがでしょうかと、武田の宮殿下が文庫とおっしゃっておりますというようなことをここに書いてあったんじゃないかな、もっと見るってとこやんのこれ、ちょっとね分かんないんですけど、まあ、文庫ね、でまあとりあえず私いいって答えたんだけど、その後晩はっつってね、でなんかそれが決まりそうになって、でフェイスブックで武田の宮に聞いたら彼は無視すんだよな、あの野郎ね、だからどうしようもないね。で要するにそれで私頭きて、私の命令だら令和にしろって言ったんで決まったんだよ、そういうことね。はい、以上です。